どうもこんにちは、こうきです。今日も動画を見てくださって本当にありがとうございます。今回は、タイトルにも書いてある通り、光照明について話していこうかなと思います。特にね、こういう動画だったり、写真っていうのはね、やっぱり光が一番重要かなと思っています。僕に関して言わせていただくと、芸能界のね、テレビの撮影現場だったり CM の現場だったりっていうものをね、何度か貴重な経験をさせていただいておりまして、その時にね、本当に驚いたことがあって、ものすごいスタッフさんの数に支えられて、このワンシーンというか作品が作られてるんだなと思いましたね。そうですね。でそこで一番、すごいなと感じたのが、この光の調節ですね。このやっぱり、演者さんに対してどういう光の当て方をすれば綺麗に映るのかなとか、どういう位置関係、光の位置関係っていうんですけど、光の位置関係を どんな感じで保ったら綺麗に映っていくのかなどね、本当に計算尽くされてるんですよ。やっぱりそれぐらい光ってね、重要なものだなと感じましたね。特にね、これから YouTube を始めてみたいとか、最初に何を買ったらいいですかっていうことは結構僕の友達からもね、聞かれることが多いんですけど、僕はこれ失敗したから言えることなんですけど、絶対に、カメラじゃなくて照明を最初に買ってください。正直このカメラっていうのは、一眼レフを使ってる自分がこういうこと言うのもなんなんですけど、正直 iPhone で十分です。なんで、光が大事なのかということは今回のトピックで話していこうかなと思います。今回のアジェンダとして2つ用意いたしました。1つ目はまず光の重要性です。で2つ目は自然光と人工の光の違いについてちょっと話していこうかなと思います。それでは今回も始めていきましょう。はい、それでは早速一つ目のアジェンダ、光の重要性から話していこうかなと思います。特にね、友人から多い質問が、一眼レフ買ったんだけど iPhone の方がなんか綺麗に撮れてる気がするんだけど、これって気のせいなのかなということが、結構ね質問でいただきます。で僕は必ず後悔するんですけど、それは多分ライティング光のせいかなっていつも言います。まずこの一眼レフっていうカメラは光を捉えるものになっています。まあ当たり前っちゃ当たり前だと思うんですけど、この前提を忘れてる方が結構いらっしゃるなと、思いました。まあ、僕もね、本当その前提を知らなかった方なので、全然、初めて知った、今からちょっと試してみようっていう感じで全然大丈夫なんですけど、僕もね、初めて知ったのはそういう芸能界の現場で照明さんに教えていただきました。まあ本当にね、考えてみれば本当当然のことなんですけど、光がない中で写真って撮れませんよね。光が車体に当たっているからこそ、こうやって、一眼レフで撮ることができています。じゃあそもそも iPhone とはカメラのね、携帯の、カメラとこの一眼レフってじゃあ何が違うのって思う方がいるかもしれません。それは、ざっくり言わせていただくと、この光の量ですね。一眼レフに関してはこういうちっちゃい、光の量でも動画だったり写真っていうものはざっくり言うと撮れます。ちなみに今この動画はちゃんと照明をここに当てて、影出てるの分かりますかね、こうやってここに照明を当てて、動画を撮っております。ちなみに、照明を消すとこうなります。いかがでしょうか。めちゃくちゃ近くないですか。顔めちゃくちゃ暗く映ってますよね。これが本当の違いです。2つ目のアジェンダは、自然光と、人工の光のちょっとした用途の違いについて話していこうかなと思います。まあ、結論から最初言っちゃいますね。結論は、動画に関して言えば人工の光の方がいいです。今回はちょっと動画に関して言わせていただきます。なんで動画は自然光の光より人工の光の方がいいのかっていうことについてね、僕なりにですけど説明させていただきます。まずその理由が2つありまして、で1つ目は日の傾きです。まあ、太陽というのはね、当然1日東から西に向かって、動いていますよね。なので被写体に当たる光っていうのも当然一定ではなくなってきてしまいます。なので、動画には向かない1つの理由になっています。で2つ目は色の変化です。これは本当に天気によって左右されます。まあ僕のね、勝手なイメージですと、晴れてる日はね、結構赤みがかる印象が多くて、曇りとか雨の日っていうのはね、結構青みがかった印象を僕は受けます。そうすると何が大変かっていうと色編集です。まあね、今ね動画編集をやってますっていう方はね、めちゃくちゃ分かってくれると正直思ってるんですけど、色編集ってめちゃくちゃ大変なんですよ。正解もないですし、正直ね、赤と
青と緑のバランス考えるのが僕本当に苦手で、なのでできればやりたくないっていうぐらい色編集は大変なので、まあそういうね作業を少しでもね楽にするために、こういう自然光ではなくて人工の光を使った方がいいよっていうことを今回説明させていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。今回もねこんな感じでお送りさせていただきました。僕なりにだったんですけど、この照明光の重要性っていうことは伝えられたんじゃないかなと思っています。もう僕がね本当失敗してきたことなので、できればそうしてもらいたいんですけど、まあ、これからね動画撮影を始めるっていう方に関して言えば、カメラを買うより絶対照明を買った方が後悔しません。これは本当に言えることです。前のね自分の動画を 見ると最初の頃ですけどね、見返してもらえるとわかると思うんですけど、めちゃくちゃ暗いですし、正直ねいい動画とは言えません。まあ本当これもね、初期投資にかかるお金っていうのが、カメラめちゃくちゃ高いじゃないですか。でもこういうライティングっていうのは、僕が今使ってるライトは1万7000とか8000ぐらい、2万円切るぐらいで、こういう照明っていうものを買えるので、まずはこういう照明から初期投資の、まあ安い初期投資から、安いっちゃあれですけど、まあ、こういうね照明から買っていってもらった方がいいかなと、お金的にもいいかなと思います。はい、こんな感じで今回もお送りさせていただきました。この動画後期オリジナリーでは、普段からこういったね、生活を少しでも楽にするような、ものの紹介だったりアプリの紹介を中心にアプリ情報も、発信していますので、もし少しでも参考になったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、そしてこちら SNS ですね。最近は、インスタグラムと TikTok が中心となっているんですけど、まあ、Facebook だったり Twitter でもね、活動しているので、もし覗いてみていただけたら嬉しいです。はい、今日も最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。こうきでした。バイバーイ。